さあやっていきましょう。つむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレイショーダーイ。続いてはカギ犬パイレーツボカリビアンということで、いやーこの犬もね、最初出てきた時にはこうただ単に鍵を守ってるだけの番犬や思ってたらね、あの実はまさかのねパイレーツボカリビアンの3部作目でね、まさかお前そこの鍵やったんかわれっていう感じとね、あとやっぱねデッドマンズチェストの時になんか部族に神として称えられて追いかけられて捕まってたじゃないですか。ってことでもう終わったもんだと思ったら生きとったんかわれっていうね、2つの驚きがあって、もうここに伏線回収会っていう、いやーパイレーツ・オブ・カリビアンもやっぱ奥が深いっすよね。残念ながらあのね、次の作品がね、あのまあ、彼がまた帰ってくるんじゃないかっていう風に思ってたんですけど、肝心のねデップさんがねちょっといろいろ私生活に問題を抱えすぎて、残念ながらもしかしたら次の作品やらないんじゃないかっていう感じになってきてますからね。それなんとかね、海外がねスパローさんをやるっていうのはもう考えられないですからね、どうなんでしょうね。あとあれですわ、ハリーポッターシリーズのファンタビのグリーンデルバルトもなんか降ろされるみたいな感じですよね。降ろされたら決まったんですよね、確かね。だから誰がグリーンデルバルトやるんだっていう感じなんですけど、グリーンデルバルトもあれジョニー・デップ以外がやるってなったら、なかなかあんなそのセクシーに世界を支配しようとする男を演じられるのって他に誰がいるんだっていう感じなんですけど、まあ誰かが演じられざるを得ないんでしょうね。それとももしかして彼がキャスティングから外れたことによってもう次の作品はお蔵入りみたいなことにならない欲しいんですけどね、まあ実際どうなるかっていうのは分からないですけど、まあ次回ファンタビーお楽しみください。なんでやねんっていうね、じゃなくってパイレーツ・オブ・カリビアンを楽しみに見ていきたいと思います。またレベル上がった、やったーよー、イエーイ。撮影と撮影の合間に食べるねじゃがりこがうまいんだわ。これがクリアもしたし、食杯のじゃがりこをあげようということで、ありがとうございました。